ユバ一世は、ヌミディア王。ヒエムプサル二世の子。マウレタニア王ユバ二世の父。父ヒエムプサル二世が、グナエウス・ポンペウスの助力によって、ヌミディア王の地位を手に入れたこともあって、ヒエムプサル二世及びユバ一世は、ポンペウスの同盟者であった。ポンペウスとガイウス・ユリウス・カイサールによる内戦で、ポンペウス派に味方して、 紀元前49年8月にはカエサル派のガイウス、スクリボニウスクリオ率いる軍をポンペイウス派と協力してバグラダス側の戦いで破りクリオを討ち取った。元老院派からはローマ国民の同盟者、友人と呼ばれた一方カエサル派からはローマの敵と宣告された。紀元前十八年八月九日のファルサルスの戦いで元老院派が敗北してポンペイウスが エジプトで暗殺された後も、元老院派と協力して、北アフリカ打カへ進行したカエサル軍へ対抗した。しかし、本国ヌミディアにカエサルと手を結んだ、マウレタニアオーボックス2世やイタリア人のプブリウスシッティウスらによる両国侵犯が相次いだため、総軍の半数をヌミディアへ送り、もう半分の軍で元老院派に加勢したものの、タプスの戦いで敗北を喫した。 再起を図るべく逃亡したが、カエサル軍の総統作戦は厳しく、ザマ近郊でマルクス・ペトレウスと差し違えて自殺した。これにより、マシニッサ以来の伝統を有するヌミディア王国は断絶して、ヌミディアはローマ族州となった。ユヴァ1世の死後、息子のユヴァ2世はローマの捕虜となったが、ローマで養育され、後にアウグストスによりマウレタニア王の地位を得た。 ユヴバ2世は、クレオパトラセルネ、カッパドケアのグラヒュラと結婚、クレオパトラセルネとの間に、クレオパトラ、プトレマイオス、ドゥルシラの3人を設けた。ユヴバ2世は、学識が高かったことで有名であったが、著作はすべて散逸している。ありがとうございます。